今回は春キャベツを使ったちょこっとクッキングです。今回は春キャベツの甘さ、サバ缶を使って旨味とコクを出していきたいと思います。まずはオリーブオイルをフライパンに入れます。続いてニンニク入れます。みじん切りにして、香りが立つようにこのみじん切りにしてます。でここで火をつけます。いえ、これは弱火でゆっくりとニンニクの香りを出していきたいと思います。でここでニンニク香ばしくなるぐらいまで、少しこのぐらい色ついたら、でここで唐辛子入れます。少しなじませて、最初に入れると少しちょっと辛くなるんで、まあともうちょっと色がついてぐらいにこの唐辛子を入れていきたいと。で辛い好きな人はもう最初から入れていってもらったらいいと思います。でここでこのサバを入れます。もういっぺんにお汁までいっぺんに入れます。はい、でここで少しこの食べやすく潰してください。潰してこのオイルとこのサバの身をこうちょっとなじませて、なじませて、でここでお水、今日は2人前でだいたい 500cc のお水入れます。でここで強火にしてください。沸騰するまで待って、だいたいこの水煮で、まあ少しはそれはお塩も塩分入ってるんですけども、最初から味付けたやつ、味噌とか、お塩とかちゃんと入ってるやつあるんですけども、その時は、今回お塩小さじ1杯使うんですけども、この半分を目安に入れてもらったらちょうど味噌煮の缶とか、お塩入ってる缶を使えると思います。今ね、そのサバが缶が結構、流行りっていうか、みんな食卓じゃないけど置いてるんで、使い勝手のいいサバ缶を思い出したっていうことで、これで美味しさアップ。じゃあもうここでお塩入れます。はい、で今回 1.4 の少し細い感じの麺を使ってます。でそれ使うちょっと時間も短くできるんで、でずっとこう入れて、この一つのフライパンで楽で美味しいのができるっていうことで、もうこのままいきますね。で少しこのひっつかないようにちょっとこう広げたりして、であとはもうこのまま強火で5分、パスタの表示と一緒にやっていきます。出来上がりと一緒にお水がなくなる、茹で汁がなくなっていくんで、ちょうどいい感じになってます。でもまあそのお家の火加減もあるんで、あんまりなんていうかな、少し麺も固くなってるんだったら少しお水を足してくれてもいいです、途中で。そこはやっぱり難しいので、やっぱりちょっと調節してもらったりやってもらったらいいと思います。よし、1分前にこの春キャベツを入れていきたいと思います。もういっぱい入れて、春キャベツの美味しさ、もうここでいくよ。もうこのぐらいで十分で、あとはこのキャベツパスタの余熱だけでいきます。これで完成です。よいしょ。でキャベツもいっぱい乗せて、それじゃあサバ缶と春キャベツのパスタいただきます。うん、おいしい。サバのこのうまみとこのキャベツの甘さ、麺ともう最高。これはもうバッチシ2つのマッチングがいけてます。ぜひ皆さん作ってみてください。いただきます。うん。
おいしい。